日本東京と目黒区、中根中根は東京と目黒区の地名。現行行政地名は中根1丁目及び中根2丁目。郵便番号は152-0031。目黒区の南西部に位置する。北部は目黒通りに接し、これを境に柿の木坂、八雲にそれぞれ接する。東部は平町に接する。南部は 自由が丘、緑が丘にそれぞれ接する。西部は、薬クと接する。東辺には、のみが本流緑道が引かれている。また、町域内を自由通りと中根子通りとが、縦断している。北東部にある都立大学駅付近には、商店なども見られるが、他は主に住宅地として利用される。2021年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は2021年1月1日の工事地価によれば、中根2から7から3の地点で91万3000円平方メートルとなっている。北東部に東急東横線、都立大学駅が置かれている。都立大学駅周辺の目黒通りなどを走る東急バスの路線バスも利用されている。 都立大学駅前を南北に通る中根小通りには、東京医療センターと玉川駅を結ぶ路線が通る。他、目黒通りへでは、東は、目黒駅や東京駅へ、西は、轟駅や二子玉川駅、北は三軒茶屋や渋谷駅、桜新町駅、成城学園前駅、南は、田園調布駅などへ路線が伸びており、バス路線の利便性が高い地域でもある。ありがとうございます。